幸せです。強いと思いますが、そのあたりいかがですか。いや、僕よりもね、選手のみんなと、また花火さんはね、一番苦しんでて、苦しんでて、と思いますからね、本当に優勝できてよかったです。今日の試合、勝てば優勝というゲームでした。振り返ってみますと、1点を先制した後に同点に追いつかれました。しびれるような試合展開、現地ではどんな思いで見つめていらっしゃったんですか。いや、その前で、ね、今日の試合ということで、ね、勝てば優勝、そういう試合がね、僕も今まで、ね、選手監督してますけども、一回も始まったことないね。どれぐらい多い自転車だったんですかね。多分、ね、選手たちもね、本当にね、味わったんじゃないかと思いますけどね、そういう中の試合だったんですね。その前にね、やはりこういう選手たちがね、全員でね、そういう場面を作って、また松田にね、頼むぞということで、任せた結果だと思います。そして、優勝が決まった瞬間、その後、秋山監督が選手全員、そしてチームスタッフ全員と抱き合いました。あのあたりも特別な思いがあったと思いますが、いや、もう全員の力でね、ここまで来ましたし、この勝利もファンの皆さんもともに、また選手たちもね、バックアップの参加者たちもね、また球団の人たちも、会社の人たちもみんな一緒になってね、掴んだ勝利だと思います。そして、胴上げで何度も何度も宙に舞いました。あの時の心境、思いはいかがだったでしょう。いや、覚えてないです。44試合目でこの地元ヤフオクドームで決めました。これもやっぱり締めるような結果に届くのではないでしょうか。では10年に一度ぐらいのね、こういう試合もないと思いますし、またファンの皆さんもね、本当に熱いご声援がね、我々のことを後押ししていただきました。本当にありがとうございました。おめでとうございます。ファンの皆さんも思っているはずです。秋山監督から最後に一言お願いします。はい、まだまだ、今年、キャンプから日本一を目指して頑張ろうということで、スタートして144試合目いっぱい最後の最後まで戦ってここまで来ました。これからまだまだ一山二山とありますけども、本当に少しずつ一歩ずつ前進者なので、最後まで日本一を目指して頑張っていきたいと思います。今回も応援します。